西医療福祉大学、成田看護学部、成田保健医療学部、学歴授与式を執り行います。卒業生一同、礼。学士、言語聴覚学の学位を授与する。令和2年3月12日、国際医療福祉大学学長音野邦、おめでとうございます。以上の方々が学長賞を受賞されました。おめでとうございます。皆様、本日はご卒業誠におめでとうございます。またこのような大変な時期に卒業式に参加していただいてありがとうございます。1期生である皆さんのこういう姿を見ることができて、今学教職員一同大変喜んでいるところです。開学以来ですね、学部と大学院の卒業生総数は2万6000人の方々が日本中で活躍しています。皆さんはここで卒業してなんか1期生で寂しいなと思っておられる方もいるかもしれませんけども、全国に多数の皆さんの先輩がおりますので、安心して活躍していただければというふうに思います。日々努力、自分を高めて社会的共通資本である医療人としてのプロになるために、自分を常に高めて多くの患者さん等々国民に対して貢献できるようなプロになってほしいと思います。この成田キャンパスで学び培った専門的な知識や経験、そしてグローバルな感覚を生かし、それぞれの場所でご活躍されることを大いに期待をしております。国際医療福祉大学で学んだ全てを生かす、相手の立場に立った医療や福祉を実践することで共に生きる社会の実現に貢献できますよう努力してまいります。患者さんのニーズに応えられるような知識と技術を持ったエステになりたいと思います。1期生として、それを持ってこれから社会に出て活躍していきたいと思います。